日本シリーズ第2戦巨人西武、この因縁の対決6回の裏に進みます。2番の河合、松井原、古藤というこの巨人の打線、果たして追加点が取れるかどうか。牧から工藤ともにもう完璧に近い内容です。日本シリーズまだヒットが出ていません。河合ピッチャーの足元、センター前に抜けない。田辺回り込んで取ってワンアウト。あの辺りの守備位置もよく研究しています。さあバッターボックスが松井です。加計さん、はい、この打席の工藤とまた松井の対決も面白いですね。ですから松井君の気持ちの中でですね、工藤君のそのキレのあるまっすぐを力で打とうという意識は僕やめた方がいいと思いますね。あ、そうですか。自分があれだけ速いヘッドスピードがあるわけですから、リラックスしてボールを飛ばすんだという気持ちでいいと思いますね。もちろん狙いはストレートでいいと思いますね。でしょうね。ストレートストレートとしていきます工藤。池谷さん、はい、松井に対する攻めバッテリーどうですか。僕は完全にそのストレートで組み立ててますよね。そのストレートにちょっと松井が食い込まれているということで、まあ、あの自信を持ってこの回になってもまだストレートを投げ込んできてますよね工藤が。今度は変化球、ちょっと苦笑い。この表情は何でしょう。今のはちょっとね、ボールが甘くなったんですよね。なるほど、はい、スライダーですかね。はい、スライダーですね。甘いボール、ファウルになりました。見逃しの三振。松井、工藤の前に今日は三振、セカンドゴロ、三振、三打席完璧に抑えられています。ただこの回のクリーンナップをですね、工藤君が力で3人きちっと抑えたらですね、次の西武の攻撃やっぱり一つの山になるでしょうね。後半7回、8回、9回の7回ですね。6回の裏のピッチング非常に大切な工藤、ツーアウトを取って、あー腹パーンと手を叩いて打ち損にでしょうか。2番からの攻撃無得点、巨人7回の表に入ります。1対0です。キリッと画面のカシオカラー、マウスで簡単フルカラー、マウスで簡単フルカラー、これぞワープロカシオダウン。G-SHOCK Casio。 せーターセル様様やわ。ちょうど小さいフォードは新ターセル登場、トヨタビスタから。ごめんください、あの第一生命ですけれども、ご主人様は。少々お待ちを。局長。何、城が。はい、城がこの手に。はい、ただいまこのアンケートにお答えいただきますと、抽選で総計5万。それはどのような。は、どのような城だ。城下町か、
大変なにぎわいだな。あれですわ、今東京ディズニーランドシンデレラ城時計が当たるサンクス&キーパーキャンペーンをやっています。西洋風か。第一生命。巨人の1点は1回の裏、原のタイムリーヒットの1点、1対0、7回の表に入ります。佐々木、清原、鈴木健、クリーンナップが登場する西武ライオンズ。竹内さん、はい、西武としてはこの回特に佐々木が出るかどうか、ね、そうですね、これはこのゲームで大きなポイントになるでしょうね。初めての日本シリーズ乗ってきました佐々木。池谷さん、この佐々木に対してはジャイアンツのバッテリーはやはりインサイド変化球でカウントファールを打たせて取って、はい、外側勝負ということでしょうか。そうですね、まあ、それと あとは早めというんですか、追い込んで変化球勝負というのが、ね、ここまでの攻めのパターンなんですが、先ほど、ね、カーブをヒット打たれてるんですよ、はい、ですからここは初球からもう大事なところだということでフォークボールから入ってきましたね。ファールを打たせてワンツー。ただピッチャーとしては7回の表の攻撃、トップバッターとして迎えるのには嫌なバッターですね。でしょうね。ちょっと危ない球じゃありませんでしたが、思わず天井間。佐々木、秋山さん、はい、今のボールどうでしょう、バッターから見ると。ねえ、危なかったですけどね。本人もそう思ってましたね。でしょうね。もしかするとホームランにできたボールと思ってるかもしれません。佐々木2エンド2、左にファール。昨日のヒーローインタビューで1日1伝と言いましたこの佐々木、しかし今日はヒットを放ってまたこのマキャラに対して、さあ西武が反撃の突破口を開けるかどうか。2エンド2、ストレートかフォークボールか。マキャラ、池谷さん、今のフォークボールでしょうかね。フォークボールでしょうかね。でもその前の球と同じなんですが、非常に牧原がね、投げたボールの行方を気になるというんでしょうかね。それまではよし打てるものなら打ってみろという形だったんですが、なんかこの一つのアウトを欲しがってるという投球なんですね。それだけこのボールが高くなってますよね。フルカウント、高いバウンド、牧原取って一塁に送球、ワンアウト。佐々木を打ち取りました。このアウトはね、牧原の気持ちの中でものすごく大きなものだと思いますよ。さあ唇を噛みしめて清原、昨日は日本シリーズ通算第10号ホームラン、桑田からライトスタンドに運びました。バッターボックス、ホームプレートからかなり離れて立っています清原。加計さん、ここはどうでしょう、清原の気持ちは当然一発狙いでしょうか。そうですね、ですから巨人バッテリーは外のボールの出し入れとですね、はい、インコースのボールをいつ使うかですね。変化球のストライク、ワンストライク、ワンボール。まだインサイドには投げてきません。秋山さん、はい、インサイド清原狙ってますか。どうですかね、それよりもまずコンパクトにね、自分のポイントで打とうと、そしたらホームランが出るという、そういうふうに思ってると思いますよ。コンパクトに ね、自分のポイントで打つ。ストレートで2ストライクを取りました。次はフォークでいくか。マキャラ、
次は三振、逆を使ったか清原。清原スイングアウトの三振。今日はマキタラに対して三振2つ。4番バッターを封じ込めています、マキタラ。いやー、思い切ってズバッとストレートで来ました。加計さん、これは清原君の頭の中にフォークボールというものあったと思うんですね。鈴木、左中間に上がりましたが足が止まったグラッテン。3番からの攻撃、三者凡退。7回の表西武無得点、日本シリーズ第2戦1対0巨人リード。私は氷の国のビール屋さん、おいしいビールを作ってみましょう。キュ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 。サントリー氷点貯蔵生大好評。先生、人生とは。人生とは白書くぞ、名もし。これが人生です。その生き方が淡麗辛口。サントリー白書く。天然水ついとるぞな。アサヒソーラーは日本チャレンジを応援しています。太陽の力こぶだ、アサヒソーラー。頑固な汚れを見つけたらジフチームにお任せ。強力洗浄で頑固な汚れもすっきりピカピカ。クリームクレンザージフ。日本リーバー。それはデリケートな素肌の調律、刺激を抑えて微光性無着色。ラックスからボディケアシャンプーデリケートケア。日本リーバー。お、一塁側のブルペンですが、斉藤がブルペンでピッチング練習。池谷さん、はい、まあ、石毛も投げていますが、これはどういうふうに見ますか。いや、場面によっては斉藤の投入もあり得るということでしょう。まあ、それだけ今日の1勝というのはジャイアンツにとってね、大切なものですし、これだけ牧原がいいピッチングして、やっぱり勝っておかないといけないということなんですね。長嶋監督も日本シリーズは第2戦が重要だと言いました。で、やはりこの3本柱で、そうすると一勝という結果的になるかもしれませんね。はい、ですからこの両チームの先発というのが、ね、ものすごく大きいと思うんですね。お互いにいいピッチングした、はい、工藤もね、やはり先ほど打席が回ってきて変えませんでしたけど、工藤がここの試合で勝利投手になるということも、また西武にとってもものすごく大きなことなんですね。ですからどうしてもどちらのチームも今日は是が非でも勝ちたいという思いは強いと思うんですよね。そうでしょうね。得点は1対0巨人がリードしています。しかしもう野球というのは7回8回9回よく言われるように、このスルー3イニングが勝負です。そうですね、今山下さんが言われたように非常に、ね、両投手ともいいリズムで投げてますが、一つリズムを崩すとすればね、自分がそのイニングのことを頭に置きすぎてリズムを崩すということもあるかもしれませんね。レフトへ打球が伸びていって、伸びていって、あ、守備範囲駆け打ち。あと一歩伸びがありませんというよりは、ちょっとこうドライバーかかりましたかね、掛布さん。いや、やっぱりピッチャーのコースがいいですね。コースがいい、あれ仮に芯に当たってたらファールになってるんじゃないですか。ですから、やや差し込まれたからフェアグラウンドに入ったと。そういう形ですか。ですから、打たれた工藤君の方がびっくりしてる感じですもんね。なるほど。バッターボックスは日本シリーズこの工藤からホームランを放っている岡崎。
思い切ったスイングですが詰まりました。サード鈴木ツーアウト。工藤としてはこの回7回の裏を乗り切って、やっぱり8回でしょうね秋山さん。そうですね、上位打線に回ってきます。8回9回、まあ、9回はもちろんリードすればないわけですが、巨人がリードすれば、打順まで回ってきたらこのままだったらですね、多分代打があるかもしれないですね。ツーアウトを取りました工藤です。三遊間鈴木カット。7回の裏巨人3人で攻撃終了、1対0、1点差です。3回目なんだってさ、先行東京か、遠いね。トウモロコシ持ってきたのか。一人だけ目立とうとして。なんだよじゃがいも食ったら思い出せよ。牛乳飲んだら思い出せよな。トウモロコシ食べたら思い出せよ。地平線を見て育ってきた私たちの思いが北海道の美味しさとなって届きますよ。ホクレン。またいつかよ。まただよ。本当だよ。ちょっとこれもやるか。ちょっと待ってやろうね。観光ですね。しょうがねえなあいつ。まあいいや。始めよう。お待たせしました。白鶴に集まろう。さらりと深い白鶴です。幻のおでん求めて北南訪ね歩いてやっぱり知った、ああセブンイレブンのあのおでん。嬉しい70円均一です。セブンイレブン、いい気分。撮った写真が絵はがきになっちゃった。セブンイレブンなら1枚30円で一回り大きなハガキサイズプリントができます。これは使える。セブンイレブン、いい気分。工藤が7回まで投げて許したヒットがわずかに2本。この1点もエラー絡みです。で8回の表に入ります。この回は6番の田辺から。したがってここでランナーが出たときに非常にこう森監督としては難しくなるわけですが、まず掛布さんから伺いましょうか。いやもう当然そのランナーが出て工藤君まで回ってくればですね、僕は代打で、代打でしょうね、でいいと思います。はい、池谷さん、まあピッチャー出身ですがどうですか。はい、もう代打でしょうね。打ち上げましたグラテン。先頭バッターを切って取った牧原。池谷さん、それからね、牧原としてはこういう1点差、僅少差になるともう7回、8回、9回終盤になってくると先頭バッターを、先頭バッターをという気持ちでしょうね。はい、そうですね。ですからノーアウトのランナーを一番やっぱ気を使いますよね。それが今のようにこう簡単にアウトが取れるとね、牧原が非常に乗っていく状態なんですね。いい当たり、ワンバウンドヒットだった。さあ竹内俊足一塁から二塁ツーベース、ワンアウトランナー二塁。得点圏にランナーを進めた西武ライオンズ。8回の表です。同点のランナーが出ました。ナイスバッティングですね。いいバッティングしてますね。初球ですよね。代打で前の回から守ってましたけどね、思い切りよく振ってますね。さあランナーが出てバッターが伊藤、そして工藤。当然ここはもう工藤のところでピンチヒッターの起用が考えられます。非常に読みのいい伊藤です。1球目ストレート見逃しました。秋山さん、どうですか今の1球目狙っていってもよかったんじゃないですか。そうですね。
さあ、背番号55番安藤が出てきました。ツーストライク追い込んだ。池谷さん、このあたりは牧原、村田のバッテリーが伊藤の意味を外してますか。はい、データ通りというんでしょうか、インコースのストレートストレートということでね、力で押してきてますね。私はね、その前駆け打ちに倒れたのも多分インコースのストレートだと思うんですよ。ああ、それ狙ったわけですか。それが甘くなったんでね、ちょっと躊躇するかと思いましたけど、今日は村田も牧原の出来を信じてるということでしょうね。村田が先ほど清原を三振に切って取った時にストレートを投げましたよね、フォークボールじゃなくて、はい、あの辺りで非常にこうリードしてますね。そうなんですね。だから牧原の気持ちを奮い立たすというんでしょうかね、そういうリードになってきてますよね。おそらくピンチヒッターが起用されるでしょうから、7回まで。しかし工藤としてもさすがにエース、もう見事なピッチング内容でした。フォークボールを2球続けました牧原。2-3、ここで次に投げるボールがちょっと難しくなってきましたね、池谷さん。難しくなってきましたね。最初のようにストレインコースストレート勝負でいくのか、安全策取ってフォークなのか、これは非常に難しいところですね。フォークボール、フォアボール。ランナーが二塁一塁。もちろんここはピンチ。お、この表情ですが、秋山さん、工藤はもう納得してますよね。はい、もう納得してますね。はい、いや、しかしこの牧原、そして工藤、同期対決、同じ愛知県出身、この両エースが見事なピッチング内容でした。それから巨人の方、長嶋監督、守備固め、レフトグラテンに変えて尾形をレフトに入れました。内野陣が集まって、そして堀内ピッチングコーチベンチに戻ります。先ほど森監督が2アウトランナー2塁でレフト吉武に代わって柿内を起用しました。さすがに両監督ともに用意周到、1点を本当に争うゲーム。さあ安藤です。秋山さん、はい、安藤は早いカウントから打ってくるんですか。そうですね、最初から打っていくと思います。後半戦もねこういう使い方をされてたので、インサイドいいところ決まりました。ワンストライク。そういえば西武ライオンズの今シーズンのペナントレースの代打の打率が3割7人です。詰まった打球、サード岡崎、ランナーそのままツーアウト。牧原がまさに力で抑え込みました。なんだかこう牧原が格の違いを見せつけたというようなピッチングです。8回の表、日本シリーズ第2戦、長嶋監督と森監督の1点を争う、本当にこう息詰まるベンチの息遣いも聞こえそうです。三塁側ブルペン、石井が満を持して登板してくるんでしょうか。初球を打ち上げました辻、2者3塁。8回の表西武無得点、1対0。牧原ピンチをしのぎました。
すべてはライフのために生まれ変わったカムリです。サンパウロ、コリンチャンス、橋本浩一、彼のゴールは世界にあった。 V をつかめ。肉体疲労時の栄養補給にアリナミン V。 プロテニスプレイヤー杉山愛、世界のコートで彼女の挑戦が始まった。 V をつかめ。肉体疲労時の栄養補給にアリナミン V。 ごめんください、あの第一生命ですけれども、ご主人様は。少々待ちを。局長。何、城が。はい、城がこの手に。はい、ただいまこのアンケートにお答えいただきますと、抽選で総計5万。それはどのような。は、どのような城だ。城下町か、大変なにぎわいだな。あれですわ、今東京ディズニーランドシンデレラ城時計が当たるサンクス&キーパーキャンペーンをやっています。西洋風か。第一生命。牧原投手、8回の表、ツーアウトランナー二塁一塁、1番の辻、打ち取ってガッツポーズ。秋山さん、はい、しかし辻としても1球目から積極的に行きましたね。そうですね、力で抑えられたという感じですね。さあ牧原がこのままセーブをシャットアウトするんでしょうか。思い出します、昭和62年第4戦、牧原が見事なピッチングでセーブをシャットアウトしました。日本シリーズ初の1勝目前、完封目前、大学へ落としました、三振。牧原、見事な完封であります。この時は牧原投手はもう初回からストレートでグイグイ押していって、それからカーブ、スライダー、フォークボールを使ったんだと言いますが、1987年、昭和62年後楽園球場でした。奪三振が11、3発3安打に抑えました。最後のバッターが清原、空振りの三振。一方の西武ライオンズ、この日本シリーズストッパーの石井武弘が出てきました。石井はおととし15勝、去年が12勝、先発から残り30試合今シーズンは抑えに回りました。森監督はもう終盤に入って、西武、オリックス、近鉄、ダイエーのこのサバイバルレース、石井をストッパーに回して豊富な中継ぎ陣、これでピッチング交代のこの継投の妙を見せまして、見事に優勝を飾っています。1点をリードされての日本シリーズ第2戦、石井の登板です。変化球打ってショートゴロ、さあそしてバッターボックスに牧原が向かいます。牧原、日本シリーズ2勝目がなるんでしょうか。このまま勝ちますと2勝いずれもシャットアウトという、まあ池谷さん、はい、もう牧原らしい内容ですね。もうそうですね、時折見せるこの素晴らしい、はい、ね、ピッチング内容ですから、本当にね、自分のピッチングをまず初回に出したということがね、ここまで0点に抑えてきたということなんでしょうけど、それにしても昨日のね、バッセーブとバッティングを見てますんで、その中で自分をうまく整理してマウンドに上がったというのはね、大したもんだと思いますね。一、二塁間、清原よく追いついた。石井ベースカバー、ツーアウト。さあこれで9回の表にもう牧原の肝としてはピッチングに移ってるでしょう。しかし秋山さん、はい、第1戦を見てこの第2戦、両投手の牧原、工藤のがっぷり四つの投げ合い、ちょっと予想しにくかったですね。そうですね、
ただ池谷さん、これで西武の投手陣の中で中継ぎ投手というのはある程度顔を見せてきてストッパーの石井ですね、これで。そうですね、まあ、昨日今日と本当にあのリリーフ陣も登板してきましたんでね、そういう意味では西武投手陣はジャイアンツの方から言うと見れたということは言えると思いますね。それより私は今日の、まあ、まだ試合が終わったわけでもないし決まったわけでもないんですが、中ではね、村田がやっぱりこう西武打線の何かを掴んだんじゃないかという気がするんですね。それが一番の収穫じゃないかと思うんですね。もちろんいろんなこう両チームのキャッチャーバッテリーには情報が入っていますが、それをうまく今日は整理できたかもしれませんね、村田が、はい、ただ秋山さん、あの、はい、キャッチャーの伊藤というのはですね、もうそのあたりの日本シリーズ対戦相手が決まってもうまくこう情報整理できるんでしょ。そうですね、経験が豊富ですからね。9回の表は大塚、佐々木、清原、上位陣のこのバッティング、西武ライオンズどうでしょうか。加計さん、はい、牧原の前にヒットが3本ですよね。ただ今日の牧原君のピッチングの内容を見るとですね、この数字は納得しますね。打者の立場から見てですね、狙い球というのはほとんど絞れない状態ですね。絞れないと思います、うん。牧原から初めてのヒットを放ったのは佐々木です。清原は今日3打数2三振。ただやっぱりこういうゲームの中でね、あれ僕は西武というチームが、あれ工藤君にしろこの石井君にしろですね、きちっとその自分たちの野球をですねリードされる中でできるというのもね、僕は西武のすごい強さだと思いますね。そうですね、西武の失った1点はわずかに1回の裏グラッタンのあたり数件が後ろにそらしました。このエラーから2アウトランナー2塁、4番の原のタイムリーヒット、この1点だけです。見逃しの三振。さあ9回の表、牧原のピッチングに移ります。